視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。勝利はしたものの無事では済みそうにありません。若いミソラで借金を抱え込むのって絶望的ですね。業務上なら問題ないと思うんだが、まあそれなりのペナルティ。ではゴー。やっぱり私たちの姿なし。ガオシリーズに私たちは不要なんだな。ガオ少佐、貴君は先の戦いで甚大な損害を出した。よってその分きりきり働いてもらう。おじさん。なんだ、怒らないんだね。それはお前が出した損害についてか、それとも上官である俺に対しての言葉遣いか。僕は傭兵になったつもりはないけど、損害出したならどうして階級を下げるなりの措置をしないのさ。盛んはな、一度なってしまうと下がらないんだよ。それにそんなくだらないことより活動費が優先だ。下手すると破産するぞ。にゃんこ軍団なんだよね。そうだ、すり滅裂なことするんだよね。おおむね間違っちゃいない。それなのに破産回避とか利潤追求をしなきゃいけないの。どの世界だってシビアなんだ。回すための資金がなきゃ終わりだ。それで僕に責任を背負わせると。安心しろ、お前だけに負担がいかないように、それがちゃんと通じている。さあガオ、若かろうと子供だろうと少佐は少佐、部下を養うためにもちょっと危険だが、やっぱり危ない橋を渡る。それって割合いつものことだよね。傭兵とはそういうものだ。僕の個人的、プライベートは集団に所属してるんだ。そんなものは立候内で決めてかかれ。傭兵って自由じゃないの。あくまで思想と価値観の問題だ。それにお前は傭兵じゃないんだろ。でもおじさんは僕を。いずれにせよ出した損害分は体で払ってもらう。泣いてもこればかりはどうにもならん。それにしたってリスクの高いことばかりしてる気がするんだけど。ハイリスクハイリターンだ。時間と出せるものは限られてるんだ。収益の高い方を選ぶのは当然だ。命あってのものだねじゃない。出せる財源は限られてるんだ。安全を保障するのは我々上官の務めだ。僕保証できそうにないんだけど。別の意味で臆病風に吹かれたか。ここが一番時間をかけずに手っ取り早く利益を取れるんだ。無理なんて言葉を使うのはやめておけ。事態の解決に何の役にも立たない上に、お前自身の可能性を狭めるぞ。そう言われても。それに何も無策ってわけじゃない。爆発物のスペシャリストを今日は呼んである。僕には転んで真っ黒になってるだけに見えるよ。どうしてもっと強い応援とか要請しないの。何眠たいこと言ってやがる。今回はお前が出した存在の補填が大きな目的だ。それなのに余計に資金を回してどうする。応援要請ってお金かかるの。ギブアンドテイクだ。力を借りる代わりに力を貸す。それでこの家業は成り立ってるんだよ。僕たちが提供するものって何。主に XP だ。部下族は大きくその分莫大な XP を消費する。戦闘に直接参加してはくれないが十分な成果が得られる。一緒に戦ってもらえるとかないの。部下族も様々でな。別の星から来たらしいものから、言葉さえない時代の太古の時代のまで様々だ。主にうちのお得意さんはウルトラケサランだ。こんな時に疑問を挟むのはおかしいと思うんだけど、ピンチだよね。もうこれ泣いてもいいくらいのピンチだよね。騒ぐなベリー。このくらいピンチでもなんでもない。取引で今回勝利すれば通常よりかなりの額が入る。いちいち騒いでたらその数字を見たとき正気でいられんぞ。どうしておじさんはそんなに冷静でいられるのさ。疾患だからだ。冷静に物事を把握し判断すれば、少なくとも今回の残る選択をしなくて済む。そんなの僕にできないよ。すぐにやれとは言わん。俺だって最初からこうだったわけではない。多分。思い出せないくらい昔のことなの。まあ最初から強いものなんて知れている。遠慮はいらん。ぶちかますぞ。簡単に言いますけど敵の方が強いよ。そりゃあ多額の懸賞がかかってるんだ。弱くはないか。無謀な挑戦じゃない。だから今回爆破のスペシャリストを呼んだんじゃないか。やっぱり僕にはわからないよ。無理してるだけにしか見えない。さっきも言ったぞ、自分の可能性を自分で決めるな。以前も話したが、
繰り返し無用な思いをすれば嫌でも、この程度なんでもないと思えるようになる。それはそれで怖いよ。敵にはお前がどう映ってるかわかるか。え？まだわからなければそれでいい。しかし次の任務は人助けだ。だからこの仕事をさっさと終わらせるぞ。人助けなら頑張らないといけないね。ちなみに俺は別行動だ。またなの？俺の部隊に盛んは俺とお前しかいない。分断は危険だが見返りも大きい。お金の亡者になってない。そういうものだ。世の中に出ていろ。採用さえされない奴らなんか、いくらでもいる。ある意味こっちより、お前が書く普通の生活は、今以上の地獄かもしれんぞ。それじゃあどこにも逃げ場ないじゃない。元より何をしたところで逃げ切れるものではない。生きているんだからな。それに。それに。まだそこまで知らなくてもいいか。気になることがあると不安なんですけど。本当に。本当にお前の臆病は安物だな。どういう意味？いずれわかるだろうから教えん。さあ稼いだぞ。しかしドロップがしょぼいな。これだけあればすごいと思うんだけど。最高額がこの倍でもか。やっぱり。やっぱり危険な橋を渡らされている。次回予告。ルガ族の応援と物資を使ってもいいと言ったので、うわ、こわし。いつもは敵だけど、呪われたお面をかぶっておかしくなった。赤らが王のおじさんを助けるべく、僕は戦う。俺はお前を分解と行かない。内部で反発する証拠を連れて。でも待てよ。あ、人助けだから逃げられない。ニャンコ大戦争非公式ガイデンガオと愉快なニャンコたち。地獄門、これって本当に人助けなの？ひょっとしなくても僕、おじさんに騙された。だからてめえは認められないんだよ。こんなピンチに仲間割れ。やることはやるよ。